あれ、これもう録音してんの？あ、録音してました。はい。いきますよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。一言。ジョーの。55からのハッピーライフということでお届けしています。皆さん、お元気でしょうか？お元気ですか？まずは皆様、登録の方、よろしくお願いします。これから、人生最高の幸せをつかむ。何かヒントを得られるかもしれませんよ。なので、登録のほどよろしくお願いします。ねえ、ジョー。そうね。うん、ね。はい。それでは、今日なんですけど、いろいろとね、取りだめてた動画を見て、面白い、興味深いことを二人が語ってるものがあったんですよ。はい。それで、ちょっともうちょっと掘り下げて、そのことについて話したいと思いました。それはですね、はい、信用と信頼について似たようなもんですよね。いや、これね、私も知らなかったんですけど、違いって何だと思いますか？そう、知ってるんですよ。知ってるの？信頼って言うんですよ。頼むってことでしょ、うん、ね、で信用って言うんですよ、ね、信用するってことだから、どっちが強いですか？信用の信頼は希望的側面がちょっと含まれてるね。わかる？で、信用っていうのはもう 100% っていうか。素晴らしいですね、その、あの分析。はい、あのほぼ合ってますね。ですよね。うん。あのね、違いはなんとこういうことみたいですよ。英語で言うとすごくわかりやすいんだけど、まあ私の場合ね。信用っていうのはクレディットなんですよ。過去の実績とかデータとかそういうクレディビリティなんで、事実、銀行とかさ、そのお金を借りるときとかさ、家のローンを組むときは信用がないとダメなのね。実績がないとダメということです。そう、はい、だけどそれに対して信頼っていうのは、ジョーも言った、要するに希望的、そういう過去のデータとかそういうのはもう一切関係なくて、将来もうどんなことがあっても信じることができるかっていう、そういうアビリティ、そういう力のことを信頼っていう。信頼は英語なんて言うんですか？ Trust。 Trust。 もちろんね、クレジットがあればあるほど Trust できるわけだから、そのね、相互の関係っていうのは非常に重要でもあるんですけど、信用っていうのはもっと私は逆にすごく強いなって思うんだけども、インスピレーションみたいなもので、もうどんなことがあっても無条件で信じますっていうことだから、男女関係とか人間関係においては信用よりも信頼が大切だっていうことなんですよ。どうですか、ジョー？だから信用をお互いにそこに行き着くために信頼関係というのを進めていかなければいけないという、この信用にたどり着けないということです。要するに信用というのもデータなんですよ、実績なんですよ、うん、そうそう、ね、で信頼っていうのは、うん、ね、求めることだから、うん、信頼が、ね、最初から、ね、実績も何もなければ信用なんてできないんですよ、うん、そうでしょ、うん、でだけど信頼していくことは大事なんで、信頼をして、ね、まずこの人のことはよく知らない、ね、まだ出会ったばっかりだ、ね、夫婦になったばっかりだなるけれど、そこを、ね、信用関係っていうのがあったんですよ。要するに実績を作っていかなければいけないと、うん、そのために信用に行き着くためには最初から信用はできないわけですよ、うん、どんな場合でも信頼できないね、最初。信用ってこと、信用だからデータがないってこと、データがないかな、うん、そういうことなんで、うん、信頼関係をまず作っていき、そこをやっていくと信用するっていうね、データができていくわけですよ、うん、ね、そうそう、わかりました？うん、わかります。こういうことを僕は言いたかったです。わかる。多くの夫婦問題でね、うん、悩んでる人たちっていうのは、うん、信頼できないとか、逆に言うと信頼できなくてもね、でも愛してるのっていう人たちがたくさんいるっていうことなんですよ。だから男女関係ってそうじゃん。だけど今は好きだから別れられないとかさ、そういう人たちっていっぱいいるじゃん。だから私が言いたいのは、男女の問題っていうのは、やっぱり、それでも好き、それでも愛してる、
それでも信頼したいっていう気持ちがあるからこそ前に進むわけじゃない。だから、うん、そこで最初信頼もできないんですよ。最初は何もないんだ。何もないね。だけど愛という、うん、愛し合うという、うん、そのベクトルがお感じにね、うん、なった時に、うん、その信頼をしようという気持ちになっていく、うん、ね。でそこから信頼関係を作っていこうとするわけです。その信頼がね、やっぱり信頼したんだけど、なかなか信用できないと。うん、ね、こちらは今度は信用の方です、うん。その実績ができていけないと、うん、いうことだと、うん、男女はね、うん、でそこで葛藤は始まるんだけど、でもそこに根っこである最初の始まりである愛というものが、でも愛してるとね、うん、いうのが残るわけです。だったらこれがある限りは、もう一度やってみたけどできないけど、だったらまた信頼、別のやり方で、信頼関係を作っていき、信用関係っていうのに行き着くことを何度でもできるわけです。カップルによってはさ、信用が、悪い信用がある場合だってあるじゃん。最初からなんかこう、騙されてたとかさ、最初からなんかこうさ、嘘つかれてたとかさ、そういう信用がないならまだしもこれから作っていけばいいんだから、だけど、信用がもう全然なんかこうダメな、マイナスから始まってるところっていうのは、それでもやっぱり愛してるっていう人たちはいっぱいいるわけで、そういう人たちが苦しんでる。だから一つのやり方じゃなくて、マイナスから始まったんであれば、うん、ね、また違う、でも根底に愛っていうね、共通項があるんだったらば、そこからまた違うやり方で、信頼関係っていうのを築くやり方を変えればいいんですよ。そう。そんで変えてって、行かなきゃいけないとこは信用なの。ね、何にしろ信用がなければ銀行も金貸さないし。騙されてるって分かってても信じることが愛なんだって。それで世の中そういうことで悩んでる人たちはたくさんいるわけで、それでも愛してるっていうふうに言って、まあ別れてない。まあ DD とかそういう時だったら別れた方がいいに決まってるけど、そういうところじゃなくてそれでも諦めたくないって思ってる人たちがいるとしたら、お互いに信用されやすい関係を作っていかなきゃいけないって私は思うんですよ。その口で言うのは簡単だけどさ、じゃあ信用をね、データを残せばいいんじゃんって思うんだけど、その残し方っていうのがやっぱりお互いに信頼しやすく、相手が信頼してもらえるような自分にならなきゃいけないし、こちらの人はそういう条件なしで信頼できる力がね、許す力も備えなきゃいけないと思うし、やっぱりそこは寄り添い合うことだから、そういう努力とか作業をお互いにこれから一つずつしていかなきゃいけないんじゃないですかっていうことを。だから結局ね、浮気し、最初のところで浮気して、それでも好きなのっていうのは、ね、その許せないけど好きなの。愛が上回ったわけですよ。ね、それがお互いにそれがあるんであれば、ね、やり直せるんです。うん、また新たに、何男、例えば男が浮気した、女が浮気したのどっちもいいんだけど、うん、ね、それでそれを、両方がこっちは許せないけど、ね、それでもやっぱり愛してるの。思えるってことは愛が上回った。で、こっちも、あ、悪いことしたなと。ね、だけど、やっぱり浮気なんだけど、やっぱり俺はこいつの関係を、壊したくないとかね。やっぱ愛が、その人に対する愛の方が、ね、そういう浮気よりやっぱり上だったと、うん。そしたら、お互いにそこはまたリセットして、やり直すしかないじゃないですか。だからそうやって、そして、その今言ったような信頼関係をいろいろ、こう、いろんなやり方でやってみる、うん、で、最終的に信用できる間柄っていうのを作れていけば、そこまで到達すれば、男女は男女だろうが何だろうが、別れることもないと。幸せの第一歩に近づくんじゃないでしょうか。ね、だから私よくさ言うじゃん、この人はすごく難しい、もうなんか難しい人だとかさ、ややこしいね、女だとかってさ、言う時っていうのはやっぱりその人が愛してもらえない状況を自分で作ってるっていうことだと思うのね。だからそういう状況を改善する必要があるし、そしたらね、信用も築きやすくなるし、そうでしょ？だからお互い様じゃない、そういうのって。だからもちろん信頼っていうのは無条件だからね、こうしてくれれば
こうできるのにっていう状況っていっぱいあると思うんですよ。やっぱり。それ言ってる限りだよ、うん。だけど、だけど、そこは歩み寄って、信用が築きやすいような状況をお互いに二人で作っていかなきゃいけないっていう、ね、そういう作業は。どちらも信頼をしたいになれば、信頼して、してるんだと。信頼してやっていきたいというんであれば、ね、それでも食い違いが出てくる。違いになるのが当たり前です。で、それを、どう、まあ、これも前にも言ったけど、バランスって言ったでしょ。世の中何でもバランスなんですよ。人生すべて。バランスのバランス点をどうやって探すか。それによって、どこによ、どこその点を探すことによって、探す作業をすることによって、バランスがある程度取れていけば、信頼関係が持続できるんですよ。そうすると、信用に結びつくっていう実績ができていく。通常は私のこと信頼してる。信頼してるから、こういう、ね、関係で夫婦でいるわけじゃないですか。で、まだね。信用。まだ信用までの実績がそんなにはできてなかったけど、ある程度少しはやっぱり、今までいろいろありましたよね。この2、3年前。ね。で、そういうところである程度こうできてはきてるから、そういうのを積み重ねていけば、ことある信用というものが、ね、銀行もね、この信用度によって仮想金の量も違ってくるわけですよ。じゃあ、私が銀行だとしたら、ジョーは信用される実績を作ろうって努力。そうでしょ、そういうのが夫婦なんじゃないんですか。男女関係でやっていかなきゃいけないことだと思いますよ。ということでした。そう、だからね、男女関係、やっぱこれはね、でもね、一筋縄ではいかないと思うんですよね。銀行じゃないからさ。そう。私は夫のこと全然信用してないという人結構います。だけど愛してるんですよ。そういうのをさ、旦那さんっていうのは知らないと思うのにな。何にも知らなくない、まあ、知らなくはないかもしれないけど、でもそういう時にこれからも一緒にね、やっぱ幸せになりたいじゃん。やっぱ信用したいもんだって。一緒にいるさ、男性のこと信用できない夫婦で、やっぱりこう信用される間柄を作っていかなきゃいけないし、そういうのがなかなかできないね、夫婦。お互いがお互いの欲望ばかりを言ってるから、うん、いつまでも曲げないから、聞かないからできないですね。だからこのチャンネルではね、夫婦円満の秘訣とか、そういうね、愛されやすい夫婦関係を作るにはどうしたらいいかという、まあね、私たちが思うところなどを踏まえて話をしていきたいと思っていますので、何かお相談したいことがあればぜひぜひ。何も答えますよ、はい、ということでした、はい、じゃあ何か質問がある方はジョーの方へメールしてください。はい。それでは、はい、バイバイ、またね。